白石本通り墓地外人墓地土管の墓ウッドサークル、白石本通り墓地は、北海道札幌市白石区平和通十丁目北五番地に、ある墓地。南側には、カトリック教徒用の通称、外人墓地が隣接している。白石村の開拓が始まった、明治初期には、先行して、白石中央墓地があったものの、東部の住民にとっては、やや遠く。 日常的に墓参が行われていた当時の感覚では不便なものだった。そこで1872年に墓地の新設願いが出されたが、開拓市の開墾役所は市村に墓地は一箇所が決まりであるとして、これを却下。本通り墓地は結局許可を得ないまま作られることになった。そのため、開設時期の正式な記録は残っていないが、1880年、 ほろだったと伝えられている。本通り墓地が公認されたのは、1902年4月になってからだった。キリスト教墓地は1932年、日本札幌教区天使教宣教師社団が土地を買い上げて、白石村に寄付し、信者用の墓意としたことに始まる。本通り墓地の一角には、先の尖った円筒型をした珍しい形状の墓が6基並んでいる。 これらは、愛知県出身の河原職人、野田荒吉によるもので、材質も河原同様に焼き固めた土である。荒吉は1884年に稼働を始めた、鈴木蓮ガ製造場の職人で、その優れた技量から焼き上げた河原は、札幌市藩学校や札幌市立高等女学校、不評、第25連帯弊社の屋根に使われた。職人気質の河岸は、自分の墓は、 自分で焼いて作ると語っており、宣言通りに自分や家族の墓を土管でしつらえた。他にも知人に頼まれて墓を焼いたことがあったようだが、現存するロッキはすべてのだけのものである。ABCQ2006、ABC 札幌市白石歴しルベゴーダ2014、P225、ゴーダ2014、P226。ありがとうございます。